大丈夫、次は死んでも失敗しない。周囲を巻き込む無意識の悪意のような存在なんだ。その魔物がいるだけで吸い寄せられるように災いが起こる。燃え盛る不死鳥。この世界にも正義の味方はいるんだってこと、君に教えてあげるよ。あっはあ、愚かだね。逃げ出した4人の私ねえ。これでこれからの私の1年が、そして私の将来が決まってしまうかもしれないと思うと、嫌がおうでも気合が入りまくります。書きますよ。えいや、そんな恥ずかしいことしないでよ。恥ずかしい、嫌なこった。人の真似をしていないと人の形を失ってしまう。いや無理だって、今さら人形のふりとかしても。4人の私を、4人のなでこを野放しにはできません。つくづく学ばずが、ことごとく繰り返す。4アンリミテッド3ルールブック。なんで無駄に技術が高いんだよ。今が幸せだったらわざわざ夢なんて追ってない。当たり前のことをしただけだ。生きてさえいれば大人にくらいはなれるから。らしくありませんね、おののきさん。自分の不始末は自分で始末をつけるしかない。私は世の中が甘くないことがとても嬉しい。